あのおっさん、近くの村で暴れてるって話だわ。今はナイトメアが抑えてるはずだけど。でもナイトメアもすごく頼りになるってサレンさんが言ってたはずよね。生きてるのが副団長のクリスティーナだからね。剣の腕で負けるってことはないと思うんだけど、性格とかもっと別の部分の不安があるのよね。お詳しいのですね、キャル様。その副団長様とはお知り合いなのですか？え？いや、全然。顔も見たことないし、名前も知らないけど。名前も知らない？キャルちゃんどうしちゃったんですか？もしかして朝ごはん抜いてきたのが効いてきちゃってます？私とあんたを一緒にすんな！バカ言ってると承知しないわよ！やれやれ、これから大仕事だっていうのに緊張感のないこと。それが美食殿の皆様の持ち味ですよ。それにしても村を襲っているですか？はい、そうですね。実は少し嫌な記憶が。ラムとレムの故郷は魔女教に滅ぼされたのよ。小さな村だったからひとたまりもなかったわね。そんなことがあったのですか？ですから今襲われている村というのも心配です。またレムや姉様と同じ思いを誰かが味わうと思うと。心配しなくても大丈夫よ、キャル様。言ったでしょ、ナイトメアが動いてるって。プリンセスナイトの中でも腕利き揃いのギルドよ。だからそんなに心配いらないってこと。ドーンと構えてなさい。そう、ドーンとね。やっぱりキャルちゃんってすごくいい子よね。はい、そうなんですよ。キャルちゃんはとっても優しいいい子なんです。もっと素直になれば可愛げも分かりやすくなるのにね。ですがそれがキャル様の味でございますから、主様もそう思われますよね。レムの不安も少し安らぎました。うそう、それなら別にいいんだけど。もうジロジロ、みんないい加減もっと真剣に。そうだね、穏やかな雰囲気のところ悪いけどさ、そろそろ目的地に到着するみたいだよ。目的の、それじゃそこに。魔女教のペテさん再びってことですね。ええ、みんな油断しちゃダメだからね。あああああ、いいです、いいのです。あなた実に素晴らしいです。これほど真摯、情熱的に、傲慢に、性に貪欲なあり方、あまりに勤勉です。言ってくれるな、国威の怪人。お前もなかなか悪くないぞ。もっとペースを上げてこい。我が愛よ、寵愛よ、私が魔女から賜った剣能の力を、あなたもまた何らかの剣能によって防いでいる。ならばこれはまさしく私とあなたの間、どちらが勝るか、それが試されれば、怠惰な方が負け、勤勉な方が勝つ。実に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 脳がブルー。愛と言ったか、恐れいるな、強敵よ。お前もまたそんななりでも誰かのために戦う気しか。いいさ、
私も答えよう。愛を持ってこの剣で。楽しいな、楽しい楽しい。こんな命のやり取りは久々だ。おいおいおい、正気か。あの人、あれだけ魔法がぶっ放されてる中、笑いながら剣振り回して突っ込んでいくぞ。何を今更なこと言っている。あの人の部下をやっていればこんな光景を見るのは日常茶飯事だ。とはいえ、アーマでノリノリな姿は珍しい。変人同士、よほどセンスがあったらしい。しかし、これじゃあ迂闊に近づけないぞ。周囲の住民の避難と、あの怪人が連れてる連中を警戒しろ。副団長、なんか動きが変じゃないか。またいつものお遊びだろ。おい、気を緩めるんじゃない。警戒を怠るな。部下たちはよくやっているな。私の邪魔をしないとは連中も分かってきた。これだけ楽しい殺し合いだ。横槍なんか入れられでもしたら、うっかりそいつを切ってしまいかねないものな。それにしてもあと一歩が詰め切れんな。どうにも絶対攻撃絶対防御の調子が悪い。途中途中無意味なところで回避が入る。いや、そうではないのか。そうではないな。あの目、確かに私への殺気がある。それが高まった瞬間、絶対攻撃絶対防御が働く。つまり私の目には見えていない攻撃があるわけだ。なんだそれは。つまりこういうことか。絶対攻撃絶対防御がなければ、私は最初の1号の時点で死んでいたとでも。ああ、いいなお前。まさか私を一度でも想像の中ででも殺してくれる男がいるとは。惚れてしまいそうだ。残念ですが、私はすでに魂を魔女へと捧げた身です。あなたがどれほど勤勉な女性でも不可能なことです。なんと釣れない男だ。ならばせめて別れの花束代わりにお前の首を落として私の昇進の慰めとしようか。あなたのあり方、実に見事です。歪みも突き詰めれば一つの道となり得る。ですが、それをしてなお私の勤勉さが勝るのです。何を見ていたのです。観察していたのです。あなたがいかにして私の攻撃を避けるのか、あなたがいかにして私に隙を見せるのか。あなたは攻防の最中、周囲に土ぼこりが上がった瞬間、わずかに動きが鈍る。よく見ている。実際驚かされた。私の絶対攻撃絶対防御は周りの全てを演算する。雨や土ぼこり、そういう余計なノイズは演算の邪魔だ。それをこの短時間で見切っただと。一体どこの誰だ。これをただのイカれた不審者などと。名を名乗る国威の怪人。私はナイトメア副団長クリスティーナ。私は魔女教滞在司教タイダ担当ペテルギウス・ロマネコンテです。またあの攻撃か。見えない攻撃で地面を叩いて土ぼこりを巻き上げた。まずいな。非常にまずいぞ。これでは私も。あなた、怪だですね。しまっ、そこまでよ。なんです。とりあえず思いっきり強い魔法を打ち込んでみたけど、とりあえずの威力ではなかった気がいたしますが、
結果的に被害が少なく済んだのであれば万々歳でしょうか。さすがですね、エミリア様。容赦のない不意打ちをさせたら右に出る者がいないわ。そんな、ラムが褒めてくれるなんてすごく珍しい。今の褒めてたの？皮肉じゃなくて？それよりも今滞在司教と戦っていた方は。やれやれ、まさかあんなに豪快に横槍を入れられるとはね。いや、救ってくれてありがとうと言うべきかな。それとも私は怒るべきだろうかな。さて、どっちの方がお前たち好みの答えだ。随分と態度のでかい救難者ね。危ういところを助けられた自覚がないのかしら。こら、ラム、喧嘩しちゃダメ。あなたは大丈夫だった？怪我はない？当たらないように気をつけたけど、もしも怖い思いをしてたんならごめんね。エミリア様、それは。もしかしなくても相手の方の怒りに触れるだけなのでは。え、何か変だった？ああ、まったく調子の狂う。せっかくのいい気分が台無しだ。よく見れば坊やまで一緒にいるじゃないか。それにどこかで見た顔もな。思惑はいろいろありそうだが、この場は何にも言わないでおいてやるさ。無粋な種明かしは誰からも嫌われてしまうからな。それに楽しくおしゃべりするのはまだ早いようだぞ。痛いのです。ですが、ああですが、この痛みこそが私が生きている証。肉の器を持って世界に介在している証なのです。出た。相変わらず元気ですね、ペテさん。あんな魔法を受けてピンピンしてますよ。滞在司教、やはりしぶといですが、今度こそ逃がしません。仕留めます。ええ、そうね、レム。憂さ晴らしのつもりで八つ裂きにしてやるわ。言ってくれるものです。ただ準備万端はあなた方だけと思わないことです。その銀髪に紫紺の瞳のエルフ、そしてハンマー、魔女の存在を冒涜するあなた方を試すために、私もまた水面下で動き続けてきたのですから。私とエミリア様を試すために。あなたがどんな気持ちでどんな思いでいるのか私にはわからない。でもこれだけ大勢に囲まれてるのよ。不利なのはあなたも分かっているはずでしょ。だからおとなしく投降して、そうすれば私たちも。情けをかけるとでも言うのですか。魔女の寵愛に預かる滞在司教、敬虔な信徒たるこの私に。思い上がるのも大概にするのです。どうあろうと私の信仰を曲げることはできないのです。あまつさえそれをはんまたるあなたの言葉でなどと。そんな怠惰な行いを勤勉を是とする私がするとでも。なんたる屈辱、なんたる侮辱、なんたる恥辱、すなわち怠惰。完全に切れちゃったわよ、あいつ。分かってたことだけど、説得は諦めた方がいいよ。あの男は魔女教徒っていうのは病気なのさ。ねじ曲がった信仰と祈りを何かとてつもなく大きな存在の試練だと思い込んでる。それを果たせば
きっと今よりいいところに行ける。それが彼らの信仰なんだよ。僕たちとは分かり合えない。僕どうあれ、話し合いはここまでみたいですね。これ以上は平行線をたどるだけになるかと思います。私も自分の身を守るために戦わなくては。それにエミリア様をああも悪く言う方を見過ごすわけには参りません。コッコロちゃん、ペコリーヌ。まあそんなわけで数の有利に任せて叩きましょう。敵をこれだけ作ったのはあんたなんだし、悪く思わないでよね。このような形の決着は不本意ではあるが、助けられた手前、手を出さずにいておいてやる。分かったわ。そこで見ていて。私たちが滞在司教をやっつけるところを。いいです、やるとするのです。かかってくるがいいです。私は魔女教滞在司教タイダ担当、ペテルギウス・ロマネ・コンティです。よし、では行きましょう。皆さんドカンとやっつけて、お疲れ様パーティーでお腹いっぱいです。これより進む未来、お主の前には吐き気を催す邪悪、そんな雰囲気バリバリの緑のおかっぱ男が現れるであろう。その男は世にも恐ろしい不思議な力を持っており、お前たちは近づくだけでもうっかり倒されてしまいかねない。よいか、そんな強敵を倒すために一番大事なアドバイス、雨や土ぼこり、霧なんかがラッキーシチュエーションじゃ。奴はそれ以外にもたくさんの味方を連れておる。じゃから決して油断してはならんぞ。ふおふおふお、すべてのハッピーなエンドはお主にかかっておる。頑張るんじゃぞ。突撃って、はい。主様、どうされたんですか。このまま相手に近づくのは嫌な予感がするですか。あんた何言ってんのよ。こんな有利な状態でビビってる場合じゃ。もしかして予言、スバルが話してくれたことが気になってるの。不思議な力と助言、スバル君が話していたことなら。これだけ有利な状況よ。一気に攻め落とせる可能性が高い。それでも答えなさい。それでもバルスを信じるというの。かかってますね。まったく呆れてラムは何も言えないわ。何も言えないから好きにしなさい。では主様、その預言者スバル様の言葉を信じて。あなた勤勉ですね。まさか私の手札が読まれるとは。一体どうやって。いえ、私が怠惰だった。だとしたら何ということなのですか。私が怠惰なあまり魔女への愛を示す機会を自らの手で台無しにしてしまうなどと。許しがたい、許しがたいのです。愛よ、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 示さなければ。空見て固まってるけど、何をしているのあいつ。今の音は、いえ、笑い声でしょうか。
ん近づいてきてますね。これはなんだかやばい気がしますね。見て、滞在司教のペテルギウスの後ろから。森の中から次々と人が出てくる。普通の村人にビースト、騎士もいるわね。みんな一様に笑って気味の悪い。こいつは驚いたな。お前たち、こいつらはあれだぞ。奴に連れ去られ、行方不明になっていた連中だ。行方不明者ですか。いえ、ですが、これは連れ去られたというより魔女教徒。そうです、募ったのです。時間こそかかりましたが、一から手勢を集めたのです。それもこれも福音の導きあればこそ。どんな孤立した環境にあろうと、魔女は私を見捨てない。故に私もまた魔女のために尽くす、尽くし尽くすのです。愛に、愛に報いなければ、それこそが私の使命、それこそが私の生きる意味。総員、構えろ。死にたくなければ剣を取れ。死なないために死なせることだ。ここは今から戦場だぞ。副団長、いえ、了解しました。我らの神明を通してナイトメアの誇りを全うします。皆さんやる気ですね。やばいです。それにペテさんが持っているあの本、エミリアちゃんたちが帰るために必要なんですよね。ええ、そのはずね。ペテルギウスをやっつけて、他の人たちもおとなしくさせて、それから本も手に入れて、それから全部まるっと片付けて、最後はお疲れ様パーティーでお腹いっぱいです。ええ、これが最後の戦いのはずだから。主様を守るために全力で挑ませていただきます。その威勢がどこまで続くものか見ものなのです。さあ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 、行くのです。敬虔なる信徒たちよ、怠惰なる我が身と決別し、いざ勤勉なる信仰心を見せるのです。京都にこの分だと追い込まれた風に見せたのが芝居ね。こちらを優勢に見せかけて、逆に一網打尽にする気だったの。さすがにこれはやばいですね。ちなみにあの人たちはやっつければ元に戻るんですか。一度魔女京都になった人は元には、いや、そうとも限らないんじゃないかな。猫精霊様、何かお考えがあるのですか。魔女教徒は素質のある人にあの滞在司教が持ってる福音が届くと変貌するんだよ。だけどその仕組みがこっちの世界にまであるのかな。つまり大精霊様は、彼らが魔女教徒化したのは一時的なことだと。確信はないけどね。でもさっぱり見限って皆殺しだっ
手よりは優しいし、リア好みの答えじゃないかな。ええ、すごくそうね。それなら戦い方もちょっぴり違ってくる。お前たち何を言い合っている。やる気がないなら後ろに下がっていろ。向かってくる奴らは私たちが全員。クリスチャンこそ下がっていて。ここは私とパックがまずはドカンってするから。ドカンって まさか最初に見せたあのとんでもない魔法を使うつもり。またエミリア様はいきなり。全員散らばりなさい。そっちの騎士たちも早く。わあ、すっごい大きな氷がお空にドーンと出てきましたよ。あれでかき氷したら一体何人分になるんでしょうか。やばいですね。くだらないこと言ってないで、あんたも避難しなさい。当たって。これはすごい魔法。なんて火力なんでしょうか。正確には火力じゃなく強力じゃないですかね。皆様ご無事ですか。誰も潰されていたり巻き込まれていませんか。まったく失礼しちゃうな。僕とリアがそんなうっかりミスなんかするわけないじゃない。そうね、レムったら心配性なんだから。大丈夫、ちゃんと狙い通りにうまくいったから。狙い通りって、あ、金髪のハンマー、まさかこれを狙ったというのですか。ペテルギウスと魔女教徒の間が分断されて。お見事です、エミリア様。これで私たちはペテルギウス様に専念できます。そしてあの厄介な集団の相手は私たちナイトメアというわけだ。貧乏くじだな。やってくれる。あれ、ちょっとそっち敵が多いですね。辛かったら手伝いますけど、お手伝いいりますか。言ってくれるな。私を誰だと思っている。私たちを誰だと。露払い扱いは不満だが、ここは舞台を譲ってやるさ。友情出演が美味しいところを奪いすぎちゃいけない。私はそのあたり息がわかる女なのさ。あ、やっつけた人正気に戻せるかもしれないの。だから死なない程度に痛めつけろ。だろう。やってやるさ。騎士団の訓練で慣れているからな。騎士団の訓練って死ぬか生きるかってレベルの話なわけね。ともあれ、エミリア様が珍しく最適解を選んだわ。レム、ラムたちもいいところを見せる場面よ。はい、姉様、レムにお任せください。では心ばかりの艦隊になりますが、異世界流のメイドのたしなみとくとご覧ください。はあ、あの子頭に角が生えた。ラムとレムは鬼族だもん。本気を出せば頭に角ぐらい生えてくるものよ。じゃあ姉のあんたもレムと同じ風に。ラムが本気に。ふっ、ありえないわね。こいつ妹にばっか戦わせておいて。いいえ、姉様が後ろで見ていてくださるだけでレムの力は100倍200倍になります。さすが姉様。それでいいの？鬼の姉妹。あっ、次から次へとどんどん来ますね。ペコリ
私が援護するからその隙を狙ってやっつけて。おお、私とエミリアちゃんのコンビプレイですね。ではでは、抜群のチームワークをペテさんたちにお見せしましょう。チームワークとコンビプレイはわからないけど、二人で力を合わせてギッタンギッタンにしちゃうんだから。えいやー。コッコロちゃん、倒れた人をお願い。はい、お任せください。しっかり縛って戦場の外へ連れ出しますので。主様、それに手すきの騎士様もどうぞお手伝いをお願いいたします。はあ、任せろ。手伝わせてくれ。ありがとうございます。ここまでは順調に敵を減らせておりますが。どこまでもどこまでも、次から次へとこちらの思惑を崩してくれる手合いです。こんな調子ではダメなのです。これでは魔女への信仰、魔女の寵愛を、それに報い私の勤勉さを証明できないのです。むむ、頭ガリガリして痛そうですが、ちょうど道が開けた今がチャンスです。ペテさん、お覚悟。いいわよペコリーヌ、そのままやっちゃいなさい。はい、このままって言われる。脳が震える。飛びかかったペコリーヌ様が銃で止まった。あれ、これちょっとヤバいですね。鎧が死んでいる。まずいわ。何かは見えないけど、そこから離れなさいペコリーヌ。うっぴゃあ、ペコリーヌ様が宙から投げ出されて。痛い。うー、勢いよくお尻をぶつけました。遊んでる場合じゃないでしょうが。今のは何？力を全開にして、なんとか抜け出すのに成功したって感じですよ。王家の装備を全開にしたですって。その王家の装備って何なの？なんだかすごく強そうな名前に聞こえるけど。ペコリーヌ様の所有されている特別な武具のことです。その力を解放すると、普段とは比べ物にならない力が発揮できると。その代わりにお腹がペコペコになっちゃうんですけどね。王家の装備を使ったペコリーヌが抜け出すのに苦労するなんて、私たちじゃ体がバラバラにされるかも。そういえば言い忘れていたが、奴は目に見えない力で攻撃してくるぞ。お前たち、せいぜい気をつけることだな。言うのが遅い。そういう重要なことはさっさと教えなさいよ。とはいえまずいわね。これで迂闊に近づくわけにいかなくなったわ。立場は飲み込めたようですね。ですが、私もまた驚かされているのです。よもや私が魔女より賜った剣能を、あなたのような少女が自力で引き剥がしたのですから。ですが、その快進撃もここまでです。あなた方に私の剣能を突破することはできないのです。ペテルギウス様の言葉にも一理あります。主様、一体私たちはどうすれば。
時間稼ぎですよね。任せてください。王家の装備の力を使えば捕まってもなんとか抜け出せますから。でも後でお腹はペコペコなんですから、ランドソルに戻ったらたくさんたくさんご馳走してもらいますよ。さあどうするのですか。今ならそこにいる銀髪のエルフとハンマの二人を差し出せば。そんな提案お断りよ。おや、何もかも自分の思い通りになると思わないことです。滞在司教、あなたはここでレムたちが倒します。結構な仲間意識です。ですがその選択を後悔するがいいです。また不思議な力が来ます。皆さん散らばって逃げちゃってください。ペコリーヌ、援護は続けるから。はい、頼りにしてます。エミリアちゃん、謝った判断に固執し己の引き際を見誤る。その判断、怠惰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 、見るに耐えない愚かしい怠惰さです。怠惰なんて心外ですよ。私割と真面目に働いています。働かざる者食うべからずですからね。私もラムとレムにお世話されてるけど、できるだけ自分の身の回りのことは自分でしてるから。と、あんな調子で二人が時間を稼いでいるけど、はっきり言って劣勢ね。こちらの攻撃は届かないのに相手の攻撃は正体がつかめないなんて。エミリア様のマナとペコリーヌ様の体力にも限界があります。でも一体どうすりゃいいってのよ。見えない攻撃なんて反則じゃない、バグなんじゃないの。主様どうされたんですか。最後に一個だけ、見えざる手、これだけ注意して覚えておいてくれ。じゃあグッドラック、強く生き抜けよ兄弟。あ、何よそれ。そんなことより今はあいつの見えない力の攻撃を。見えざるって、そういうこと。何か分かったんですか姉様。ええ、相手が何をしているのか、滞在司教の権能とやらのからくりが見えたわ。もっとも目には見えないからくりだけれど。ドヤ顔してる場合じゃないでしょ。分かったことがあるならもったいぶらずに言いなさいよ。もちろんもったいぶらずに教えるわ。何せ相手の思惑を破るためにはキャルとコッコラ、あなたたちを含めた全員の力が必要だもの。教えなさい預言者は。バルスは何が必要だって言っていた。確か主様のお話では、チリ貧で追い込まれる。その前に撤退する。ダメよ、まだあっちでクリスちゃんたちも戦ってるし、私たちがペテルギウスをやっつけなくちゃ大変なの。大口を叩くものです。威勢のいいことを言ったところで防戦一方の状況は変わらないではないですか。確かに私たちだけじゃ時間稼ぎが精一杯だけど、
だけど、何です？簡単ですよ。私たちは二人と一匹じゃありません。仲間がいる。なあ、くらいなさい。魔法ですか？的を外れて。いいえ、狙いは正確よ。思ったよりやるわね、キャル。もっともロズワール様には遠く及ばないけれど、あんたもなかなかやるじゃない。見えざる手って言葉だけで真実までたどり着くなんて。ま、魔法は大したことないみたいだけど。なんだかお二人は似ていらっしゃいますね。どこだよ。何のつもりです？このような目くらまし、大した意味があるとは思えないのです。滑稽ね、滞在司教。ご自慢の見えざる手がどうなっているか自分の目で見てみなさいよ。バカな、まさか土ぼこりを立てて私の見えざる手を見えるようにした。ずいぶんとくっきりとした見えざる手ね。何が見えざる手よ。大層な名前つけているのに、いざ見えてしまえばただの汚い手じゃない。やはりお二人は似ていらっしゃいます。似てないわよ。こんな形で私の剣道を魔女の寵愛を踏みにじるとは。どう、ペテルギウス、これが私たちのみんなの力よ。たくさん仲間がいるのに一人で戦って、それがきっとあなたの負ける理由に。知ったような口を叩くんじゃないのです、ハンマフゼーが。あらゆる存在から否定されたハンマーが、魔女に愛され必要とされているこの私に、仲間などという言葉を語るなど傲慢にも程があるのです。あまり調子に乗るなよ、人間風情は。サテラの半分も影を伸ばせない半端者が、それ以上その薄汚い口でリアを語るな。おのれ、悠久の時をただただ怠惰に過ごす精霊の分際で。ペテルギウス様、エミリア様が皆様の世界でどのような立場なのか私は知りません。ですがエミリア様は私たちの仲間です。それだけはたとえ誰であろうと否定させません。ココロちゃん、黙れ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 。あいつ、ハックの氷魔法が直撃したのに動けるの？見えざる手で無理やり動いているように、まさに執念だわ。あなたたちは危険です。ハンマーを仲間と呼ぶ、それは世界の断りよ。魔女を否定するということならば、今ここで私の手で私の勤勉さを持って代々で私と決別し、愛を誠にするために死ぬのです。どうやらまだやる気満々みたいですね。一遍見えたらこっちのもんよ。一斉攻撃で行くわ。ペコリーヌ様、エミリア様を治療を。お二人はとどめのために力を蓄えてください。その間、滞在司教の見えざる手はレムたちが防ぎます。そうね、やりなさい、レム、キャル。はい、姉様。
らは手伝え！本気で防ぎに来ているわね。この調子だと見えざる手に迫られる。主様、これは急に力がみなぎってきて、いつもいつもいいタイミングで行くわよ。極つぶしメイド、ビーマンメイド。極つぶしと呼ばれないよう精進します。ラムの妹を極つぶし呼ばわりとはいい度胸ね。極つぶしはあんたのことよ。この爆発力、まさか私の見えざるってよ。今よ、とどめ担当。休んでた分、馬車馬のように働きなさい。お馬さん1号、了解。もしかして私が2号？そして僕が力と技の3号。甘いです。情愛によって授けられた私の見えざる手はさせない。これはバカな、バカな、バカな。私は勤勉な。私が勤勉なる嫉妬、脳が震える。倒した。はい、倒しました。私たちの勝利です。腰抜けたかも。大変な戦いでしたから仕方ありません。でもまだ他の魔女教徒が。いいえ、レム、どうやらその心配はいらないようよ。私たちは何を。これは正気に戻ったのか。どうやら連中が元凶を倒したらしい。やれやれ、殺さないように戦うなんてやはり退屈だ。仕方のないこととはいえ、当分はごめんだな。副団長、正気に戻ったらしき人たちはどういたしますか。適当に話を聞いて何ともなさそうなら家に帰してやれ。まさかそこらのボートにやられた王宮騎士はいないだろう。了解しました。さ、後始末が面倒だ。私はさっさと退散するとしよう。また会おう、幼稚クリンな連中よ。次はきっとお前たちが私の退屈を殺してくれ。嵐のように立ち去ったわね。でもおかげで助かっちゃった。クリスちゃんたちがいなかったらきっともっとずっとひどいことになってたはずだもの。そうだね。なんだかんだ言ってあの子たちも立派な騎士様ってわけだね。はあ、私はもう限界ですよ。お腹ペコペコで死んじゃいそうです。お疲れ様でした、ペコリーヌ様。でもこれで無事に責務は果たされました。ああ、そうだな。え？これで見事ミッションコンプリートだ。スズラヤ君。よう、お疲れさん。正直かなりハラハラ見守ってたんだが、
みんなのこと信じててよかったぜ。さすがだった。ペコリーヌの王家の装備、キャルの破壊力抜群の魔法、そこにコッコロの後方支援が加わっていけるとは踏んでたんだけどよ。エミリアタンたちの活躍もあって無事にミッション達成ってわけだ。グッジョブだったぜ。あんた誰よ。ものすごくさらっと入ってこられましたが、初めてお目にかかる方かと思うのですが。私も知らない人のはずなんですが、どこで王家の装備のことを知ったんですか。あ、いやーしまった。それはだな。ご飯グダグダとうるさいわね。だいたいずっとどこをほっつき歩いていたの。バルス、スバル君、レムもずっと心配していました。本当に気をつけてください。ああ悪かったよレム。それに姉様も。もしスバル君が死んだら、レムは世を墓なんで一緒に死にます。可愛い顔と声で何言い出したの。レムにここまで言わせるなんて、このバルス。人の呼び名を悪口みたいに言わないでくれる。でも本当に心配したんだから。スバルったらずっとどこに行ってたの。エミリアと、いや実は俺は俺なりにいろいろやってたんだぜ。だけどさ、ほら苦労した甲斐あってこれだよ。福音、これでルグニカに戻れるのね。おお、そうそう。いや思えば長い道のりだったよな。実はペテルギウスの野郎には他人の体を乗っ取れるって力があってさ、それを防ぐために東西奔走したわけよ俺。乗っ取れる人には条件があんだけど、これの見極めがすげえ大変だったわけ。そのために俺が何回これは言えないんだけど、とにかくそのためにあちこちの村を回って指先にされそうな人を前もって連れ出して。ほうほう、なるほど。つまり自分が問題の不審者だと認めるわけだ。え、目撃されていた不審者は2名。片方は倒されたが、もう片方は未解決のまま。黒髪に黒目、怪しい格好の人物、当てはまるな。待て、確かにそういう見方をすればそうなるが、俺はこれでもみんなを助けるために一生懸命。連行する。詳しい釈明はナイトメアの膝元でしろ。ちょ待ってくれ、エミリアタン。スバル、ちゃんと後で迎えに行くから。今は俺はドナドナちゃんちゃん。